あら、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは、今回なんですけども、キャッシュ組み合わせトップ3、キャッシュでチャージをするのは〇〇ペイということで、僕の動画でも何回か出てるビザプリペイドのキャッシュなんですけども、今回はどの QR コード決済を使って、組み合わせるのが一番良かったのかっていうのを、伝えていこうかなと思います。ちなみに、これは僕自身が選んでるわけなので、人によってはもうバラバラかと思います。で、あと、キャッシュについてよくわかんないという方は、下の概要欄にキャッシュについて説明した動画もあるので、そちらを先にご確認くださいませ。その前にざっとだけですね、キャッシュの特徴をまとめたのでお伝えします。こちらまずビザプリペイドカードということ、リアルカードの発行が無料、で、決済金額の 2% が還元されるということ、そして手数料無料で送金も可能ということですね。それではまず早速なんですけど、まずは一つ目、PayPayですね。PayPayとキャッシュの組み合わせですと、常にお買い物するたびに PayPayの場合は 3% 戻ってくるので、PayPayの 3% プラスキャッシュの 2% になるので、確実に 3% は還元されるということになります。あと、PayPayの場合は現在行っているバクバクPayPayなどのキャンペーンが開催されていれば、PayPayの 10% から 20% の還元プラスキャッシュの 2% が可能ということになります。ただ一つネックなのが、 PayPayにチャージする場合、キャッシュに 3D セキュアっていうのが対応してないので、5000円までしかチャージができないというのがちょっとネックです。ちなみにその 3D セキュアというのは、Visa が開発した本人認証システムのことになってるんですけども、詳しくはぜひネットで調べてみてください。で、2つ目は楽天ペイですね。楽天ペイのいいところっていうのは、キャッシュだけではなくて楽天カードの恩恵も受けることができるので、さらにお得なんですよね。やり方はシンプルで、楽天カードプラスキャッシュプラス楽天ペイで、キャッシュのチャージに還元率 1% のクレジットカードを設定して、で、楽天ペイの支払い元にキャッシュを設定して、そして楽天ペイを利用することで、キャッシュの 2% プラス楽天カード 1% プラス楽天ペイの 0.5% で、合計 3.5% の還元を受けることができるということになります。ちなみに今はこちらのキャンペーン中なので、キャッシュの 2% プラス楽天ペイの 5% 合わせて7% の還元を受けることができるということになっています。で、最後に折り紙ペイですね。僕の動画でもコメントを見る限りは、結構この折り紙ペイとキャッシュを組み合わせて使ってる方がかなり多いのかなというふうに思います。折り紙ペイといえばこちらのキャンペーンですね。いつでもその場で 3% オフということで、キャッシュの 2% プラス折り紙ペイの 3% を組み合わせれば、合計 5% の還元を常に受けることができるということになっています。ちなみに今回紹介した3つに関しては、楽天ペイ除いたら、例えばそのクレジットカードの組み合わせなどについて、全然お伝えはしてなかったので、もしですね、ちょっとまとまったりしたら、また別の動画でやりたいと思います。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。キャッシュの QR コード決済の組み合わせについてお伝えをしました。今回はですね、かなり大雑把にしかお伝えできてないので、今度はですね、クレジットカードの内容を含めて、細分化しながらぜひお伝えできればなと思います。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。